バッカーンた玉手箱と思いきや、ドラム缶でしたやっロー皆さん、こんにちは、みやびんです。はい、えー、今日は、お待ちかね、ひもじいとみやびんのバッグの中身紹介イエーイです。ひもじいです。 バッばあばあぐ。ばあばあぐ。ばあばあぐ。寝バックとバックどっちがいいですか一緒。俺着ていいうん。へぇー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 。へぇそのテンションの時大抵体調悪いからね。yes.yes, I do.yes, man. えね、もう一年以上やってないバックの中身。い。いろいろ変わっておりますんで。はい。 えー、普段僕が持ち歩るこれガチです。普段持ち歩いてるバッグの中身バッグ何なんだっていうね。まあ。メロンばあさんと会ってた頃はマーク・ジェイコフスのバッグ使ってましたが。変わりましたね,ね。変わりまして。今使っているバッグは、こちらです。クリスチャン・ディオール。ディオールですね。これ、このバッグ。いいちょうどいいサイズ。これね、あれ、みやびとね、えっ、ー、とね、一緒に買い物行った時にね、 えっと、みやはその時僕の買い方をまた、目の当たりにしたと思うんですが、えー、ショーウィンドウに入ってるやつを、うん、一目惚れして、物の数秒で、えー、これって言って、えー、値段も見ずに、<う>えー、で、えー、お会計したらビビったって言うね。えー、そうですね。多分二度見した、私は。多分エビの手取り給料ぐらいだと思います。<laughs> <laughs> エビそんなもらってんの もらってるでしょ子供いてもやっていけねえだろう、みたいなエビ。すごいね。だって、エビもうすぐ40でしょうん。うん。結構ね。エビお,お高くてびっくりしたんですけど、うん、これね、よく調べたらね、あの、これ、ステッチがね、高い理由はね、なんかこの、このステッチ、普通の布に見えるんだけど、うん、ディオールだけあって、ステッチがこれ何万だったか何百万だか忘れたけど、すっげえ編み込みらしくて丈夫らしいんですよ。うん で、このカバンを一目惚れで買いまして、もうそれからずっとこれなんですけど。はい。で、えー、このディオールのバッグ。まあ、気になる方は勝手にググって、値段調べてください。<laughs> はい、えー。僕もあの、値段見ないで買うんでね。そうな、いつもそう。で、値段知ってびっくりした。<laughs> えー、こんなカバンがそんなすんの <laughs> さすがディオールじゃん、みたいな。で、まず、え、お財布ですね。お財布変わってないです。<laughs> できるすよな、えー、えバレンチーノのお財布で、これ、 まあよく見せないですけど、これね、こっち側がお財布、えっ、ー、と、お札とかカードとか入ってる側で、うん、これ2面ありまして、で、こっち側が、えー、ここに、えー、っと、今、使ってないんで,ですけど、iPhone 入ります。うん、iPhone8 とかミニとか SE とかここに入っちゃいます。で、ここにカードがまだあって。結構あるよね、カードホルダー、うん。まあ基本的に僕は、あの、お財布は。で、これで、これバレンチのです。で、えー、あと、次、これですね。 これ、ペンケースですね。おしゃれ。これ革の、ひもじ色のグリーンなんですけど。超かっこいいよね。ここに、あの、ローディアのメモが入るやつで、で、ここに、えー、ここペンが4本。はい、いつでもメモれるようにで。僕はシャーペン使わない派なんで、ボールペンとかそういうのですけど、<laughs> これが筆記用具ですね。 もう僕はこのタイプが好きなんで、これ,これでこれでいいんでね。こっちもこう締めて。オシャレ。オシャレなんでね。まあ、えー、欲しい方はコメント欄で問い合わせていただけると、えー、教えますね。はい。で、あと、レビューしましたボルトミーの2万ミリの。うん、これミ、僕よりもミエビが使ってますけど、えー、すぐ充電なくなるんで、はい、そうするともうめんどくさいんではい、っって。これはもう5、5回ぐらい、 iPhone ね、満充電。4、5回できるんで、とても優れも、これも入ってます、えー。あとね、災害需要も考えて、まあ、車で充電できるんでいいんですけど、それもでも入ってますけども。それだけかなぁと思うとですね、も何入ってるかわかんないんですけど、えー、と、あとね、これっすああ<ー>。ホーリーランドだったかなの、あの、配信とか外で撮るときのワイヤレスマイク。 えー、日本とトランスミッターですか、受信機。これ iPhone に USB-C 版ですね。えー、ライトニングバーミヤビンとか言ったけど、もう使わないね。ライトニングじゃないからね。なので戻してもらおうかな。確かに。<laughs> これ挿して、もうこれをこうつければ、あの、車中配信の時もこれ使ってます。それでジョボジョボやってます。<ー>で、えー、次がですね、 えーっと、外撮影の時用の、えー、ジンバルじゃなくて棒ですね、ただの。うん、ここに iPhone 挟んで、こう持って、落としたくない時は、ここに手首を通せば、これで、こうやって撮ってますね。ただ車中配信の時は三脚が車に積んであるんで、あの、ゴリラ三脚みたいなやつ、ぐねぐねになる。それをこう置いて、そのまま撮ってますけれども、 あとですね、次なんだあとね、はあ、これ。<laughs> ニキティスのサイン入りですけど。<え>あの、ニキティスが前送ってくれたタバコを、これ緊急用、よくね、出先でタバコなくなることがあるんで、うん、その時にこの、なくなったらこのニキティスから送ってもらったやつをスーッっていうので入ってます。いいね。で、あとがですね、えー、っと、これね、 銀行の袋なんですけど、あの、お,お札入ってないです。<laughs> 実は薬が入ってます。はい。はい。なんでかっていうと、出かけると、出かけてる時に地震とか災害にあった時に、えー、僕は薬がなくなってしまうと死んでしまうので、えー、何日間か家に帰れない、そのまんま避難所に行ってくれ、車中避難してくれってなった時に、一応10日ぐらい、大丈夫な薬を持ち歩いてます。うん これやないとね、もう本当に、いや突然、車故障してとか、災害来て帰れないってなった時に薬ないと死んじゃうんで、うん、病院がね、近くにあって薬あればいいですけど、うん、そんなことないんで、えー、薬を持ち歩いていると。あとは何だろう。うーん、あと書類とかなんで。あとないっすね。こんなもんす。はい。普段はこれで僕は、この中に全部入れて、 歩いてますんで確かにいつもよく見るやつだわこれをこう入れてでねこのバッグあのー、もうポケットも何もなしただのこれだけですなのにあの値段っていうね本当ステッチだよよねびっくりしちゃうよね <laughs> 本当に本当ハイブランドって嫌だわ一目惚れしちゃったから 関係ないですよ。僕、基本、ディオールなんて買わないんですけど、このデザインに一目惚れして。私、ディオール行くんだと思ったの、最初。そしたら、たまたまディオールだったってだけなんです。うん、でも、それが本当だよね。本物だよね。僕、デザインでしか選ばなくて、ブランドなんかどうでもいいんそうなんです。というわけで、これを、えー、僕は普段、こうやって、こうやって、こうやって、下げて、歩いております、ねうん。はい。これで見バレすんじゃんね。 <laughs> このバッグ見たら俺じゃんって。いや、その前にもここでわかるし <laughs> というわけで僕のバッグをご紹介いたしたんで、次はや治さんです、ね。僕、本当は今日僕するつもりなかったんだけどね。うん、どうせだったらいつも私がみんなにこれが一番かっこいいリュックだと思うっていうシリーズで出しているガストン・ルーガンのリュックを、うん、ここの YouTube 行くとき用にもう常にこれ持ってるので、 もう中身私ほぼ覚えてない状態で今日賛成しようかなと思って持ってきました。心置きなくやってもらうために僕は先にドローンして、はい、ずっと紹介していただいて。当た <laughs> った。<れ>結構細かいのいっぱいあるから。というわけで私は先にドローンします。シュッシュッシュッ。苦しいんでね。そう。だと思ったよ。はい。 結構ね、あの、なんだっけ、べこさんとか、みんないろんな人がね、いや、かっこいいリュック気になるんですよ、とかっていうふうにね、言ってもらうたんびに私はいつも言ってるこのガストン・ルーガというね、もう本当に、あの、機能性抜群なリュックなんですけど、ベビが持ってるのは、これ前に、あの、なんだっけ、提供でいただいた、スーウェイの方をいつも、この YouTube 食う時に持ち歩いてるんだけど、まあこういうリュックタイプ。で、しない時は、ここ取ったりとかして、中にしまって、 ショルダーだけにしても、たまにこう使ってる。これはなんか洋服とかの雰囲気に合わせて使ってるんですが、大体まあいつも、ここもうこうやってここをタラーンと見せるようにして、片方だけで背負ってるパターンが多いんですけども。まあこういう感じで、あと私らしくジャラッジャラにも、おパンチある。これ全部あの、ひもじいのお金で分、分回したガチャガチャコーナーでのものを、思いにつけてます。はい。 あとね、これ超可愛いの、ディーゼルのやつなんだけど、なんか前に非売品のやつで、なんかこの、購入したらもらえますみたいなやつでもらったんだけど、これのバッグがけになるの。なんかこう、ご飯屋さんとか行くときにあ、バッグ置き場なーいってなるじゃん。で、ここになんかこう、ポツってあるんだけど、私結構潔癖だから床とかにね、置くの嫌なの。なんかそういう時にかけれるから、すごい便利と思って、まあ、あと可愛い,いからここにつけとこうと思って、つけてます。 こういう感じもいろいろ。あとこれもヒモジーのイヤホンケースから埋まった <laughs> ジャイビンスタキーホルダーをしれっと私がもうバッグのチャームにつけてあげてねしてるんですけども。まあ、こういう感じで。で、ここ、これ結構ポケット逆にあるタイプで、もうこの中は鍵家の鍵とかが入ってますだけなのでちょっと見せれません。で、中身。これもね、こ、こっちに大きい、この、なんだ、なんていうの そういうマック、なんか iPad とか Mac 系のものを入れたりもできるし、で、その中にも2つちっちゃいポケットがあるから、まあ普段は、今ちょっとここに持ってるけど、まあ緊急用でも持ち歩けるような口紅1種類と、普段こう使ってる口紅類を入れてる。女の子だからやっぱ結構ね、いろいろ入れてるんですけど、これ緊急用。たまに私こうよく使ってるから、いろんなバッグとかにこう,いろこう入れ替えとかしちゃってるから、 それで、あ、今日ないっていう時用のこれ。お、一個持ってる。おしゃネル先生の緊急用口紅と、もう一個。前に提供品いただいた EPG さんのイヤホンです。これは、私これマジで緊急用にあってよかったと思ったのが、夏、まあ、つい最近お引っ越ししたんですけど、お引っ越し、お引,お引越しの時に、なんかイヤホン類とかを真っ先にしまっちゃったもんだから、緊急で、あの、iPad で、 こう、お話しするって時があって、そのお話しするって時の、イヤホンがない、やばいってなった時に、あのー、iPad 用のそのアダプターはぶずっと挿してるから、まああったからこれが入ってよかったなと思ったし、これなかったら本当にその時、あのー、お話しできない状態だったんで、すごい便利だったので、これはもう常に、なんかその、普段用でじゃなくても何かの研究用に入れてます、このイヤホンは。しかもこれ可愛いからね、EPG さんは。 これを入れつつ、あと、よく部屋、髪の毛とかボサボサにいたしなりやすいタイプで、そういうとこ結構ズボラなんで、ファッション気にするくせにズボラなとこいっぱいあるんで、ヘアピンをね、今もうちょっともう一個ないけど、これをいつも持ち歩いてます。たまに、あの、YouTube でも撮影中にやってると思うんだけど、つけてると思うんだけど、をつけてるのと、メインはこれ。前にね、あのー、エソランだっけ が、くれたおパンチュの、この巾着を、メイクとかをね、ポーチにして入れてます。今日も、だ車の中でメイクするっていう時、あ、寝坊したなと思う時に、ピックアップの人からあったりとか、あと、あ、今日やばい、もう完全に間に合わないってい時は、ここに来る時用のメイクポーチとして、これを持ち歩いてます。おパンチュちゃん。かわいいでしょで、あと、財布。 お財布は去年のクリスマスに買って年始で使い始めるって言った、もう何年ぶりかに買えた。 フェンディ先生のお財布でございます。あの、金運が上がりますようにと込めて、珍しくいつもは黒とかシルバー系だけど、ゴールド系にしました。で、これ超入るの。もうこの大きいさ、コインとか、めっちゃ可愛いし、まあカード類も結構いろいろ入るから。で、このなんかミディアムサイズがもう絶妙すぎて、もう私はこれがもうこのサイズ感にはまりすぎて、 で、この派手さと金運さが上がりそうな雰囲気が、もうドツボすぎて、思い切って奮発して買いました。で、普段はカバンちっちゃい時は、あの、ミニ財布を使ってますが、基本これです。で、次が、これも、この中にずっと入っている緊急用のサングラス。よく YouTube とかでもやっていて、これで私去年か、あのー、なんだっけ、あの食室、職質 受けました、このサングラスで。なんかちょっとあの、嫌なんですけど、でもこれ気に入ってるので、このね、5つ目のね、フレ、あの、フレームが好きすぎて。で、ちょっとこう見づらいけど、今こうブルーのね、薄いブルーのレンズが、カラーレンズが入っているなので、まあこれもなんか今日眩しいなとか、うわ、今日すっぴんだわーっていう時用の緊急用のサングラスを常に入れてます。はい。でも、これで食質を受けました。 女性が人生初の職質です。まあ、その時の格好がね、結構派手めだったから、まあ、それかなと思うんだけど、意味わかんなくないね。はい、次。次もおパンチュさんです。これも前にいただいたおパンチュグッズのうちの一つなんだけど、ラバー、シリコンか、シリコンラバーのポーチなんだけど、この時は、 ここにはね、結構、私も <laughs>、お薬入れてます。ロキソニンとかだったり、まあ、あの、一応 PTSD だっけ、あの、私、このパニックのやつもあるので、その、ちょっと、たまに精神的に、不安定だなって時のやつのお薬を入れてます。ま、あとはもうね、女性なので、あの、生理痛とかある時とか、まあ、頭痛いとか結構あるから、あの、気圧とかで、その時のお薬、大量に入れてます。ロキソニン。 私結構さ、カバンの中さ、ガッチャガチャなんだよね。本当に。すごい、そんな、ガチャガチャってぐらい、ガチャガチャです。あと、緊急用の、あの、ほぼない、ほら。使いすぎて。イプサの化粧水。これはもう常に、もう、春夏秋冬年がら年中、もう、無給で、無給使ってる、こうやって。 保湿用の、日中用の化粧水です。あの、田中みなみ大先生も使っているやつなので、試しに買ってみたらめっちゃ良かった。もう噴射するミストが顔全体にふわって広がるから、もうこれ、私大体三3から5プッシュぐらいかけて、で、なじませるようにして使ってるものです。特に冬なんかはも本当によく使わないと乾燥しやすいから、だから乾燥しやすい人はもう保湿絶対だから、それから、ね、お肌のなんか。 なんていうのこう、綺麗な美肌とかっていう風な秘訣らしいので、田中美実先生曰く。なのでそれを信じて使ってます。でも確かにそれは思うかもってよく思う。なんか特に30になってから、ちゃんとそういうのを意識して使うと、本当に、あー平蔵さんやめてください <laughs> はい、途中平蔵さんが邪魔をして画面が全部見えませんでしたが、あの、まあ、あそういう感じで。 あの、お肌は、そういうのが大事だよっていうところ。と、次これも結構もう汚いんだけど、前に誕生日にもらった、私も、このディオール先生のね、ハンドクリーム。これさ、6000円くらいすんだよ。ハンドクリームで。意味わかんなくないマジでもう貴重すぎて、3、4年前とかにもらってるんだけど、未だにちゃんと使ってる。緊急用 <laughs> 頻繁に使えないと思って。たまたまね、値段を知っちゃったから、<laughs> なんだけど。 ってなっちゃってから、ちょっと、そんなね、もう、ガバーって使えなくなっちゃったので、こういう緊急用で使っています。まあ、特に私、冬は本当に乾燥しやすい人なので。でも、匂いとかもね、超いい香りするの。だから、これ結構おすすめ。なんか、の、香水みたいな感じで使える。です。で次、次よくニンニクを食べるみなびはこの <laughs>、ブレスケアが大事っていうことで、このレモン味の、あ、すごい髪の毛ついてる。レモン味の、 なんかグミタイプのブレスケアが好きすぎて、普通になんか、あの、ニンニクと関係ない日でも、なんかスッキリしたいなって時に、これを食べてる。結構これ好き。このグミタイプ。で、もう一個。<laughs> 待って。イラホシちゃんいた。前に表示いから。え、なんか見た目めっちゃ可愛いくね写真よりもって言って、思わず奪ったイラホシちゃん、ヌフサのね。 あの、オリジナルキャラクター、ここにもいるけど、のイラホシちゃんのストラップ、キーホルダーを持ってます。これなんかつけとこうか、どっかに。で、最後が、グミ。グミは、前にココニャンからもらったこのグミを、もうこれってもうほぼないから、今、緊急用でもいいこのグミを入れてますが、グミをいつも常備しているので、グミを入れてます。ぐらいかなあとなんだろう 私もとなんかレシート類とかなんか色々そういうのばっかだから特にお見せできるものはないかなっていう感じですかね。 みやびさんのカバンの中身は結構やっぱ女の子だからハンドクリームとかこういうなんかブレスケア系とか色々ね化粧水系とかを入れて常に持ち歩いてますちなみにこれは他の種類もあるからもう一個のカバンにそのお出かけ用とかのカバンに別の種類の化粧水入れてるのでまたなんかいつかするってなったらそっちのなんかお出かけ用のやつもね見せられたらいいなって思います財布も全然違うし持つものが全然違う ちなみに普段の方が私はあの、充電器を持ち歩いてる。ので、これはね、紐じいがいるっていうのを知ってるからもう持ち歩いてませんが。はい。そんな感じで、みやびの、えー、YouTube 用のバッグの中身紹介でしたっていう感じですかね。 はい。また何かガストル掛けでもね、気になった人がいたら、ぜひぜひみやびに言ってもらえたらいいかなって思いますし、また別のね、お出かけ用も気になるっていうふうに思ってくれる人がいれば、ぜひご紹介したいと思いますので、えー、遠慮なくコメントくださいっていう感じで今日も終わります。ありがとうございました。えー、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。